皆さん、こんにちは。国民的スーパーアイドルの元スマップのリーダーとして、芸能界の最前線で活躍され続けていました中居正広さん。次々と襲った難病の正体や番組中で負傷の実態について紹介します。今日は中居正広さんのことについて紹介します。まずは、中居正広さんの経歴とプロフィールから紹介します。神奈川県藤沢市で生まれた中居さん。幼少期の生活は貧困生活を送っていらっしゃったらしく、当時お住まいだった住居の間取りは天4畳と3畳半の2部屋で、おまけに天井が低い住居でした。一人暮らしの住居として考えれば決して狭くは感じないでしょうが、そこに家族5人で暮らしていたそうなので、さすがに狭く感じるのではないでしょうか。さらにお風呂に入るは週に2回ほどで、入れない日は水道にホースをつなぎ冷水で体を洗って過ごしていたそうです。小学生の頃などは夏場になるとプールがあるため、日曜日だけの入浴なんてこともあったみたいです。食事の方はどうかというと、育ち盛りの中居さん含め子供たちはもちろんお腹いっぱい食べたいはずです。しかし現実的にはそれもかなわず、兄弟でご飯の食べ方を工夫していたそうです。中居さんたち兄弟はお米にバターと醤油をかけ、バターご飯にして味を変えてみたり、お肌を膨らますためにお米に水をかけて水かけご飯としてお肌を満たした時もありました。これだけ見ても今のスーパーアイドルとして活躍し、今も一流芸能人として輝いている中居さんは、幼少期の頃から苦労していたことがわかるのではないでしょうか。そんな中居さん、小学生の時にはご両親が離婚されてしまいます。中居さんのご両親は中居さんが小学生の頃に離婚されています。両親の離婚理由などは話されたことはありませんが、当時は貧困生活をしていたので家族の中でしかわからない問題等も多かったのではないでしょうか。中居さんご自身は父親に親権が渡り、そこからは父子家庭として育っていくこととなります。しかし中居さんの父親中居正史さんはもともと仕事が好きな方ではなかったようです。そんな父の職業を調べてみると、ドットスマップを結成する以前の中居さんへのインタビューで、サラリーマンとして働いてると発言されています。ただ中には工事現場で働く作業員や食堂の経営者として働いているなど、様々な職業が噂されています。働くことが好きではなかったという中居さんのお父さんは、もしかしたら今のフリーターと同じように定職つくというよりはその時々で職場が変わっていたのかもしれませんね。離婚した後に中居さんらを引き取り父子家庭となっても、男で一人ダブルワーク、トリプルワークなどして食べさせていた可能性もあります。きっとどのような状況であったとしても、中居さんの父親に対する気持ちは感謝しかないのではないでしょうか。2016年にスマップが解散しましたが、現在も司会業を中心に活躍されている中居正広さん。ソロタレントの中居さん、現在の体調、病気や怪我で入院歴をまとめました。また過去の生番組での体調悪化についても迫ります。芸能界で活躍される方々は日頃から健康意識や体調管理にストイックなイメージがありますね。それはお仕事をしていく上で誰にしも必要なことですが、芸能界で活躍され人気がある病気、怪我、入院ということになると大きな報道になり、報道や噂が広がる中で真相がわからなくなるということもあります。中居さんが病院に通い始めたのは4年近く前の2015年5月末のようです。ちょうどその頃、特番収録が重なり多忙だった時期に喉の異変を感じ、声がガラガラ、無理をしても声が出ないといった状態になった。2015年5月末に病院で精密検査を受けたのが最初です。精密検査の結果は腫瘍があり、
悪性の場合は咽頭がんになると言われていたようです。中井さんは診断を受けた同年の2月に父正志さんががんで亡くなっているため覚悟を決めていたようです。幸いにも腫瘍は良性のポリープだったが、点2015年6月上旬に腫瘍の摘出手術を受けて点5日間ほど入院をされているようです。そして2017年1月上旬には気管支炎肺炎の 1.1 週間ほどの入院をしています。入院前の12月末より体調が悪化し、地方での仕事を無理しながらなんとか終えるが、東京に戻り病院に通院するとそのまま入院することになったようです。急遽休むことになったところは、番組の共演者や事務所の後輩たちが中井さんの穴を埋めたようです。復帰から数週間が経った頃、その体調の異変をラジオでも本人の口から伝えています。調べてみると、入院はどうやら怪我等でなく病気による入院だったようです。体調が落ち着いた後、ラジオを通してファンに向けて、元気になったことを報告してくれ安心しますが、これからも体調には気をつけいってほしいですね。中井さんは今までどのような病気になっていたのかということにもついて調べていきます。点2015年からの2年間は中井さんにとって自分の体調と向き合う時期だったことが感じられます。そして他にも、点20代前半の時にも肺炎で入院、点30代前半には盲腸で入院した過去があります。盲腸で入院したのは2007年頃で、点5日間ほどの入院だったようです。しかし2日間ほど点滴により回復したことで、病院から外出許可をもらい、番組いいとも、世界仰天ニューススマスマ付近スマの収録を行いながらの入院だったようです。中井さんは過去にも肺炎で入院したことがありますが、肺炎の原因と思われるのが、日頃から仕事で喉を酷使しているのことと、普段からかなりの数のタバコを吸うことが関係していると思われます。今まで肺炎で2回、盲腸で1回の入院をしていましたね。そして盲腸の時の入院では、体調が少し回復に向かうと収録のために現場に向かったという事実には、仕事に対するプロ意識が感じられましたね。番組で中井は女性格闘家から政権突きを食らったのですが、その時に肩を痛そうにしていたようです。プロからまともに一発もらっていたらシャレになりません。あまり無理をしないでほしいところですが、実はこれまでも何度も体調が心配されることがありました。ライブの前座の位置づけで漫才を行った爆笑問題が中井さんを絶賛しているようです。どうやら中井さんは番組前からも含めて点30時間以上も一睡もしていなかったらしく、舞台裏に引っ込んだ時にはぶっ倒れていたそうです。太田が声をかけると舞台へ戻り、キレのあるダンスを行う。間もなく当時42歳を迎える体力を尋常じゃないと驚きを見せ、プロだと田中さんも褒めたたえていたそうです。中井さんを応援する気持ちがさらに大きくなってくる話ですね。後日この日のことを自身が語りました。中井さんは2013年の方が何度も体調に関することが話題となっています。音楽の日の3年目の司会を務め、点13時間を超える生放送という過酷な状況でした。他の普段の仕事は当然こなしながら、この時期は主演映画アタルの撮影も超過密スケジュールで入っていたとも言われています。中井さんは徐々に顔面蒼白になり、何度も水分補給をする姿が放送されていたようです。ドットスマップの出番でも片で息をして、中井さんだけが表情も冴えないままだったとか。デビュー記念日である9月9日スマスマで生放送全シングル50曲メドレーライブを披露。時間にして約40分、途中ドット CM も挟まないガチな40分。この時は全員が大変そうだったようですが、中井さんは何度も途中で給水、
尋常じゃない、尋常じゃないよ、と。その過酷さを表現していたそうです。メドレーとあって。ずっとサビなので休めないことも疲労に拍車をかけた状況に、中井さんは地獄の一丁目。と言っていたようです。これだけを見ると、そんなにひどい状態ではなかったのでは。と思ってしまいそうですが、後にラジオ番組で9月は地獄だったと自ら話しています。実は9月には風邪をひいていたそうです。そんな体調で多数のレギュラー番組に、映画の舞台挨拶で全国を回り、ラジオもやってノンストップ50曲、睡眠をまともに取れていなかったようです。でも医者には行きたくないようで、根性で治ったみたいです。 2017 年までは入院もしていた中井さんですが、現在はどうなのでしょうか。 2015 年の喉の腫瘍摘出手術からもうすぐ5年が経ちますが、経過は良好のようです。しかし定期的な検査は欠かさずに行ったり、少しでも異変を感じると極秘に通院しているようです。中井さんの火曜病院は人気なようですが、病院の休診日に行ったりと、人目を気にしながらも4年前から変わらず通っているようです。 2018 年に入ってからは以前のように飲み歩くことが減ったようで、淡々と仕事をこなしていく姿に、関係者からは健康面を心配する声もあるようです。中井さんは忙しい仕事の合間にも必要があれば通院したり、トレーニングも行っているようです。日頃から過酷なスケジュールの中で仕事を行う芸能人の方は、必要以上に体調管理をしなくてはいけないということが伝わりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。